こんにちはは俺の名前ばらつきを扱う秘伝の技術についてオープンにするこの技術はとある業界のトップ企業で俺が過去にさまざまなシステムや部品を製品化した時に品質や性能を改善してきた方法だ俺はこの方法でいろんなソフトやハードを設計してきたこれによってばらつきを正しく扱うことが可能になり大幅な精度向上ができていたので これさえ使えば、性能と信頼性において競合相手に負けることはない強力な技術だと考えている。ところが、長い間、その必要性についてなかなか理解が得られず、どんなにアピールしても活用されることはなかった。このままでは仕事として使われることもなく消えてしまうのがもったいないので、 社内の多くの人たちと議論を繰り返して業務外の個人的な技術として開発していくことを正式に認めて,てもらったそれからは仕事が終わってからの業務外で少しずつコツコツとツールを開発して進化させ何度も論文発表を行い情報処理学会で優秀賞を受賞するに至りましたこの技術は数学を使うさまざまな場面での品質や性能を改善することができる技術 ですこの動画では最初にこの技術がなぜ必要なのかといった理由について述べるこの技術は今まで長く理解されなかったようにある一定のこだわりがある人には受け入れられないと思う今我々が使っている既存の数学は万能でいろいろな方程式を使った数学が現実の世界の全てを説明してくれる。 そのように考えている人たちにとってはこれから説明することに何の意味があるのか本心で理解されることはないかもしれない。もしこの技術の意味を理解してくれる人がいるとしたら今までばらつきとひとくくりにされていたものの中にこそものの本質がありそこにはまだ分かっていないさまざまな秘密が隠されていると感じてもらえることと思う。 多くの重要な情報が抜けており結果として数学を使ってあらゆる法則には大きな誤差が存在することになっていると思っています <laughs> 最初にこの技術はばらつきを扱う技術だと言った物やことの設計や解析にはばらつきに対する配慮が重要なんだソフトやハードの性能や品質を保証するってことは多くの場合ばらつきをどこまで保証するかでその価値が変わってくる バラつきは繰り返し計測を行った場合にその範囲を等間隔で微小に分割してそれぞれの値がどの分割に何回含まれるかといった分割ごとの頻度を集計することで分布として表現できるこの分布を使って品質を保証するには性能や信頼性などの目的とするパラメータの分布形状を正しく把握して 相反する分布を同じパラメーター軸に配置することでメリットやデメリットを見える化してベストのバランスを見つければよい。例えばセンサーが障害物を検出する距離と障害物を検出してから回避,する回避するまでの接近距離を実世界で計測して分布にすることで回避が成,果成功する性能や失敗するリスクを確率的に設計することが可能となる。 ここではこの目的とするパラメータの分布を基地の分布から求めるためのベストな方法について提案を行う既存の方法では目的とする分布を正確に把握するには限界があり高い精度が必要な場合にはハードやソフトの場合完成品を調整することで品質や性能を保証していることがほとんどだと思う俺の業界ではこの作業を試作と適合を繰り返すことで保証している 最近シミュレーション技術が進歩したことでこの作業はバーチャルなモデルを使ってばらつきを考慮した繰り返し演算を行うことでコンピューター上のシミュレーションで代替できると考えている人たちがいる。ばらつきを扱うシミュレーションはいろいろあり例えばパラメータをばらつきに合わせて確率的に変動させて繰り返し演算を行い演算結果のばらつきを予測する方法をモンテカロロシミュレーションという。 他にバラつきを分布関数として方程式に組み込みモデルの挙動を分布で把握することができる確率仮定という方法もある。<laughs> 俺にはどちらの方法でもバラつきを含む現実世界を大雑把に把握することはできても正確に把握することはできないと考えています。前者は先に述べたように演算を繰り返すことによって演算結果の分布を求めるが たとえ何万回演算を繰り返したとしても正確なばらつきを把握するには情報量が何桁も足りないことが多いんだ後者は正確なばらつきが把握できるのは特殊な分布のばらつきである場合に限られるので多くの場合現実の分布は使えない。これらの方法は個々のパラメータの経路や演算結果の集合として結果のばらつきの分布を把握する数値演算なんだ。 個々のパラメータに対数の法則が成立して分布が安定したとしてもその組み合わせに対しては大きな誤差や変動が発生することがある個々の数値演算の結果からばらつきの分布を把握する方法は多様性のある現実世界の一部の情報しか反映させることができないから原理的な限界があるんだだからさまざまな製品開発においてばらつきを精度よく演算したつもりでも実は大きな誤差があり 甘い設計のまま気づかれないことはよくあることで経験のある技術者たちはそのことをよく知っているので過剰品質や性能妥協になっってしまうことが多かったもちろんばらつきが小さければほとんど無視している場合もあるしかしばらつきが大きい場合正しい値に対して何倍もの誤差があったりする。だから それ以上の精度が必要であればこれから説明する方法が必要だと思う。俺が提案する方法は従来方式のように個々の値の演算結果の集合としてばらつきを把握する方法ではなく最初にばらつきにあるそれぞれのパラメーターから頻度分布を求めそれらの分布からパラメーターを演算した後のパラメーターの分布を求める集合演算を定義して。 演算ごとに最も確からしい分布を求める方法なんだその集合演算として指則演算や積分演算やベクトル演算を定義してモデルを構築することで結果の分布を求めることができるつまり既存の演算や方程式などのモデルで使われている数値やベクトルを頻度分布に置き換えて集合演算として結果の分布を求めることができるんだこのの分布相互の 演演演算算算ををを定義して結果のの分分布布求める集合演算のこ,とをこここととでは分布演算と呼ぶ例えば 10cm の部品 A と別の 10cm の部品 B を組み合わせて 20cm の部品 C を作る場合部品 A と B を10個ずつ作って寸法を測り頻度分布にするとそれぞれの寸法 10cm に対してこのようなばらつきになるとする AB それぞれ0から 3cm のばらつき範囲を持つもので C のばらつきは0から6センチの範囲になるその0から6センチそれぞれの値に対してその値となる AB の組み合わせの確率を合計するとその値の確率値が求まる具体的には C の値20センチプラス2センチになる確率は A と B の寸法が10センチに対してプラス0とプラス2プラス1とプラス1 ププラス2とプラススとの3通り存在する。それぞれの確率を組み合わせごとに積を求め合計するとプラス2センチになる確率値が求まるそれを C のすべての寸法に対して求めれば C の分布が求まるこれが分布演算だ今説明した演算は分布演算の和算 だけども、分割と組み合わせを変えることで積や小の分布演算も同様に求めることができる。この10個のデータを数千個数万個と増やせば分布の精度が向上する演算する分布のさまざまな相関関係を定義したり多次元分布に拡張することや近似ではあるけども積分を定義して微分方程式の解を求める方法を過去の論文で紹介してきた。 最近ではビッグデータが使われることも多くなってきたのでこのような演算ができる機会が増えてきており誰でも高精度の設計や解析が可能になっているこれらの演算が可能なツールは GitHub で公開しておりそのツールを使った応用例を簡単なものから順番にこの動画で説明していきたいと考えているのでみんな活用してもらい改善や拡張を提案してほしい。 GitHub には子速演算ができる Windows10 の実行形式と高度な演算ができる Python モジュールがあるツールがある程度使いやすくなったら今後説明していく応用例を含めて本にまとめていきたいとも思っている今後ともよろしくお願いしますありがとうございます